ありがとうございます。桜井さん、黒人になったんですか？昨日とですね、昨日と土曜日で焼けましたね、これだけ。めちゃめちゃ黒いですよ。もう顔向けてますんで、顔が。やばいですね。僕今日は桜井さんと話するはずなのに、どこの外人連れてきたんかな。めっちゃやばいですよ。今日ちょっと怖いところに来たんですけど、はい、先輩、やばいっすねって言われましたもん。いや、ほんま、ちょっと僕自分とこう比べてて、ちょっと真っ黒すぎて。顔、電気もあれですかね、ちょっと暗いですかね。それもあるんですかね。とりあえず40の全国大会出場、ね、決定しておめでとうございます。お疲れ様でした。ほっとしてます。ね、僕もこうあれが上がっ Facebook とかで、ね、こういろいろインターネットでも探したんですけど、なかなか上がってなくて、はい、どうなってんねやろうとか思って、はい、でもいや聞くのもちょっとなんかもしね、こう負けてたらちょっとこう微妙な空気が流れるしなとか思いながらね、はいはい、ちょっと待ってたんですけどね、ようやく結果出すことができました。まあちょっとほんなら早速始めていかしてもらいますね。まずお名前とチーム名を教えてください。はい、いわきシニア FC の監督をやっております桜井と申します。よろしくお願いします。お願いします。ね、去年はベスト4に入って3位という好成績を収められましたもんね。そうですね、全国制覇という目標で、はい、ですが、まあ、残念な結果というか、まあ、そこに行ったっていうのは良かったのかなって思うんですけどね。はい、まあね、でも藤枝とかでも、藤枝は今年全国大会予選で負けたんです。そうですね、結果見ました、はいはい、だからどんどんね、新しいこうチームも出てくると思うんですけど、高いですからね。まず、初めに、まあ、全国大会ね、9月の終わりなんですけども、まあ、今やっと予選、ね、東北の予選が終わったばっかりなんですけども、まあ、今どんな気持ちですか？まず正直ほっとしてます、はい、プレッシャーはあったんですけども、はい、まあ、結果的には完勝ではないんですけども、まあ、ここ通過点ということでみんなとお話ししてきたので、はい、前回に出場できて本当にホッとしております。ありがとうございます。まあ、去年ね、全国大会終わってからチームとしてこう例えば重点的に取り組んできたこととかってありますか？まずは補強ですね、はい、そこを今回4名補強できました、ね、はいはい、やっぱり走り切るんだってことで50分間、はい、そこを目に、まあ、関東の地域のチームの方とですね、トレーニングマッチなんかもさせていただきまして、非常にレベルアップすることができたのかなと思っております。はい、ありがとうございます。昨日は秋田県でやったんですか？秋田の二課法の方で、はいはい、秋田からいわきの方に帰るのに5時間かかるんですか？そうですね、いわきまでは5時間です。私は相馬市の方なので、はい、1時間早く4時間で来れたんですけども、はいはいはい、はい、で鈴木さんが帰ってくるのがそんなのやと言うたから、すごいなと思って、やっぱね、同じこう大阪とかなんかやったら兵庫とかって言うてもそんなにかからないんでね。はい、東北は縦に長いですからね。そうですよね、はい、なかなかだから練習トレーニングマッチとかいうのも大変ですよね。そうですね、いわきの方はやっぱり水戸シニアさんと仲良くするので、はい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 、それでやっぱり春先なんかは関東のチーム呼んでいただいて、はい、水戸まで遠征しながらですね、トレーニングマッチさせてもらったりとかしております。次にちょっとこうサッカーとか離れるんですけどね、まあ、ご当地の名産というか、まあ、皆さんがそちらの方に行った時に、まあ、こういう食べ物が美味しいですよとか何かあったら教えてください。
岩城はやっぱり松本さんの大好きな嬉しいですそうですね、ね、あそこのお土産としたらもう湯飯が最高ですね僕は、まあ、あと岩城はジャンガラー ありますけどね、はいはい、お菓子としてはですね、なんかこう行ってこういう食べ物が美味しいですよとかってあります？食べ物美味しいかどうかはあれなんですけど、岩城メヒカリですね、はい、メヒカリですね、メヒカリという魚ですね。あ、魚ですか、はい、が結構有名なんですかそれは？そうですね、はい、はいはいはい、唐揚げで食べるとやっぱ美味しいですね、はい、あとはまあ、行って楽しいとことかっていうのは何かありますか？泣きでしたらやっぱハワイアンです、ね、やっぱハワイアンですか？え、そこは行ったことあるんですか？私ありますね、何回か、はいはい、フラダンス、大人でも楽しめる感じですか？そうですね、露天風呂は、はいはい、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、あとまた変わるんですけども、まあ、これからね、9月の終わりまで、その全国大会までの強化試合とか、そういうのは考えてますか？まあ、強化試合っていうか、リーグ戦が2試合やと決まれてますとですね、はいはい、8月はですね、はい、そこでちょっと調整をしながら、はい、まあ、怪我人も何人か出てましたので、それをちょっと踏まえながら、今後ですね、全国大会に向けて、調整をさせていただければなと思って考えてました。ありがとうございます。次に、まあ、チームでね、一番こうおしゃれな人とか、まあ、その立ってるじゃないですか。鈴木か。7番ですね。髪型がちょっと、はい、の人ですね、はい。はい。それ以外にこうすごく明るい人とかって言いますか。まあ、明るい人というかムードメーカーなのは10番の笠原なんかはムードメーカーですかね。はい、笠原さんはこうちょっとこう何ですか、陽気な感じですか？そうですね、ちょっとダジャレ言ったりとかですね、はいはい、そのくれるんで、はい、ちょっと外す時ありますけど。ああ分かりました、ありがとうございます。最後に、まあ、意気込みですね、全国大会に向けての意気込みを教えてください。そうですね、キャプテンがいつも言ってるんですけど、この後ろに、はい、おーすごいはい、去年やっぱ作ったんですけども、はい、やっぱり日本てっぺん目指して、はい、やっぱりやっておりますんで、はい、少しでもやっぱり近づけるように、はい、ありがとうございます。ます、そしたらこれでインタビューを終わらせてもらいます。はい、ありがとうございます。はい、今日貴重な時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。